今回は3月1日に発売が噂されているボバの宮殿のミニフィグのリークになります。内容が変わる可能性もあるため、過度な期待は禁物です。そして宮殿ですが732ピースで海外価格1万3000円ですが、ミニフィグは計7体。ボバフェット、マスクなしフェネック、新プリントガモリアン、新ヘッドビブフォーチュナー、この女性。ウィークウェイ、クオレン。計7体です。そしてこの3体、誰って思ってる方が多いと思うので、少しだけ情報をまとめてみました。スクショしてゆっくりご覧ください。私も知らないキャラで困ってます。こう見えてもマニアックなことは基本的に知りません。けど一つだけ言えます。この宮殿は事実上の激安セットです。1万3000円でまともなミニフィグは一つも付属しないなんて当たり前の中、1万3000円でこのラインナップは噛みすぎます。最後にスカイウォーカーの夜明けも1セットリークがあり、89ドルという情報しかありません。いいねとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。